高アルカリ菌は、指摘生育 pH が9以上の微生物である。高アルカリ菌は、以下の2群にさらに細かく分割することができる。pH9 以上で生育することはできるが、指摘生育 pH が9未満であるものは、アルカリ耐性菌として区別される。高アルカリ菌が生産する菌体外酵素は、pH がアルカリ側でも活性を示し安定であるために、 工業的利用価値の高いものが存在する。例えば、アルカリプロテアーゼやアルカリセルラーゼは、アルカリ性の洗剤中でも活性が失われない、ことから、洗剤の添加剤として利用されている。また、高アルカリ菌は生育するために高 pH 条件と、ともにナトリウムイオンを要求する。中性細菌は、栄養分の取り込みに周りにふんだんに存在する水素イオンを利用しているが、 pH が高いと水素イオンが少ないために高アルカリ菌は代わりにナトリウムイオンを利用している。また周りの水素イオンが少ないということはピーター・ミッチェルによって提唱された化学浸透圧説に基づくプロトン駆動力を形成することが困難であるため独自のアルカリ適応機構を持った ATP 合成システムを持っていると考えられている。土壌をはじめ 工業排水中や草田湖など自然界に広く分布する。古細菌新生細菌。ありがとうございます。